ジャンプして、で腕は後ろ、つまりヘイヘイヘイってやって、お尻が後ろに流れているので、だけど膝はめっちゃ上がるんですよ。めっちゃ上がりますよね。はい、この時によくよく見るとお腹は伸びていて腰が縮まってるので、腰のトレーニングになってますよね。だけど浮力があるので飛べる。で手で水をかいて、膝をジャンプさせてるので回数できるんです。でもそれ見た目わかるんで、大抵のインストラクター注意します。もう少し背中丸めましょうとか、いろいろするけど、70年間こう思ってきた人に口先だけで教えられないんですよ。ここでやっぱり視覚的に何か見せてあげる。で、私たちは見本となる動きを見せていても、そんなの私たちのそのお客さんはどうしてアクアを選んだかっていうところをまずは自分でお聞きします。で、そうすると聞くと、日頃私たちの情報には入ってこない、実は膝の半月板がないんですとか、腰を手術していて誰にも言ってないんだけど、腰を手術していてちょっと陸上で上向きになるのが、禁止されていますとか、日頃言わないこといっぱいあるんですよね、お客さんって。だけど私たちは上から見てると、
Bye-bye.